私のことも脱落させるつもりさ。でも美晴がそんな嘘をつくようなこと。ま、あのジョーちゃんは私がスケールの腹に気づいていることも想定しているだろうよ。もっとも言った通り、ユーを脱落させアランのカードを揃える見通しが立つまでは私に白羽の矢は立たねえだろう。私の力を連中は過小評価してるはずはねえからな。しかし私としてはユーを脱落させた後に連中と敵対するのも予定調和でつまらない。つまらないとか面白いとか関係あるんですか？当たり前だ。人生楽しめねえなら死んだ方がマシさ。わかりません。理解なんざ求めてねえよ。ま、ってわけで私の方から裏切ってやるってわけだ。そろそろちゃんと話してください。私を助けに来たっていうのはどういう意味なんですか？言葉通りの意味だよ。てめえは後輩の死をなかったことにするためにユウを脱落させたいが手段がねえ。たかが一人死んだくらいでめめしい嬢ちゃんだが。たかがじゃないだろう。ナオミの命をたかがなんて言うな。がが上出来だ。てめえが今の発言を聞き逃してたら私はこのまま帰るつもりだった。それにその調子で喋れよ。敬語なんてのは私は知らねえ。私を試した？ああそうさ。悪いかい？私はてめえを助けに来たって言ったが無条件じゃねえ。その選択を迫る意味があるかどうかを試したんだ。あのガキ、そしてあのガキの所属するヌル日本支部の残党は今週末の土曜日、つまり明日、再びテロを起こすつもりだそうだ。最後にでっかい花火をあげようって魂胆だろうな。連中の標的は東京タワーだ。嘘。すでに計画は動き出している。爆弾作成に必要な硝酸アンモニウムや軽油のイレギュラーな動きがあったって情報は出てるみたいだ。後先なんて考える余裕はないだろうから派手にやるだろうな。休日の東京タワーで爆発なんて何人死ぬかわからねえ。それにユーは選定の参加者だから死なねえ。普通なら犯人も死亡して終わりの自爆テロが終わらねえってわけだ。そんな分かってるんだったら止めないと。優しいね。だが私は別にこの国の人間が何人死のうが知ったことじゃない。
だが私が動けばちんけなテロごとき止めるのはたやすい。でもテロなら警察が出動した方が。連中の計画を知ってるのは私らみたいな裏の人間だ。たとえわずかでも警察と関わりたがる奴はいねえ。しかもテロが起きた方が利益が得られる連中ばかりだぜ。記事は金に変わるからよ。何よりわけのわからねえ偶然に守られて自爆しても死なねえ人間が混ざってるんだぞ。警察の被害も相当なもんになるだろうな。私としてはスケールやフェデリーコ、一応ミハルからも狙われている以上とっとと勝負をつけたいんだ。ここまで来たら言いたいことはわかるな。言って。私がテロを止め、てめえとユウが接触する機会を作ってやる。てめえなら奴から未練を引き出せるはずだ。ジジイの家に出入りしてたのも、ジジイの脱落後にガキと話してたのも裏は取れてるんだ。ユウを脱落させて後輩を救える。見知らぬ何人もの国民も救える。ただしこれは取引だ。代償はリンカ、てめえ自身のカードだ。死因と未練ってわけだ。てめえがユウの情報を得た時点で教えてもらう。つまりユウと同じ選定でてめえは終わりだ。ただし確信を持って言えるぜ、運命は元通りになり後輩が無事助かるから。さあ選べ、確実な方法で後輩を助けるか、不確実だが自分で頑張るか、どうする？叫んなよ。ヒュー、さっきからずっと上から目線で。あなたは重要なところを隠してる。あなただけじゃユウを脱落させられないってことを。そしてきっとあなたはミハルたちが彼の未練を手に入れられないことも読んでいるはず。助けるだなんて言ってるけどそんなの嘘だ。私たちは対等だ。私もあなたに力を貸すんだ。後輩ちゃんのことはいいのかい？だから言ってるんだ、私もって。私はユウを脱落させて後輩を救う。ついでに無関係な人がテロに巻き込まれるのも防ぐ。その手伝いをさせてやる。上等、そういうのを待ってたんだ。コーヒー代にしては高くつくが、やってやろうじゃねえか。疲れた。
私は必ず。おい、まだか。さて、じゃあ行くとするか。あの、運転って車なんて船の操縦に比べれば簡単だ。日本は右側通行だったか？左！ジョーちゃんは貧弱だね。とまあ、どっかの配送会社が潰れて以来そのままにされている廃墟みたいなもんだ。寂れてるっていうか、寂しいっていうか。ま、当時のものは何もねえからな。それに会社を潰しちまった経営者の怨念でもこもってたりしてな。そういう話はなし。怖がってんのか？幽霊なんかいやしねえよ。誰だ？貴様は？よう、アラン。連れてきたぜ。遅かったな。まさか二人とも仲間？仲間ではない。ジョーちゃんと同じ一時的な協力関係さ。まあ、つまりこいつはリンカとも協力関係ってわけさ。文句はないね。文句はないけど、状況を教えて。どうってことはない。私もこいつも人からの敵意には敏感ってだけだ。9番が率先して僕を脱落させたがっていることには気づいていた。敵の敵は味方と言っておこうか。真っ先にフェデリーコのアホを狙ってもいいんだがよ。それじゃあつまんねえ。だったらまずは連中の狙ってる4番のガキ、ユーを先取りしてやった方が面白いだろ。
どうして私を？君が4番と何か因縁があるのは知っている。君なら彼の未練を聞き出せるはずだ。そういう意味で僕たちと利害は一致している。さあ、ご宅はいい。ちゃんと用意してるんだろうな。問題ない。M500 リボルバーにベレッタにトカレフか。有名どころを揃えてきたもんだ。おっと、このトカレフは偽物か？文句を言うな。山頂でもこの国で武器を仕入れるのは骨が折れた。これ全部本物？撃ってみるかい？ここは今違い方権だ。いや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 、そうじゃなくって。テロ組織と戦うんだぜ。丸腰でいけると思うか？あくまで自衛用だ。悪いが予備の弾薬はほとんどない。銃撃戦を展開するには心もとない。ただのボンボンじゃねえことは分かってたが、てめえはなかなか面白い経歴を持ってそうだな、社長様。ふん。まあいい。ヌル日本支部の連中も大した武器は持っていないはずだ。爆弾を手作りするくらいだからな。私は M500 リボルバーをいただく。ロマンがあるし、ジョーちゃんには扱えない代物だ。ちょっと、私はってどういうこと？ベレッタ92の方が信頼性は高いか。打ち方はこれから教えよう。いやいや、そうじゃなくって。こんなの持ったら私犯罪者。喜ばねえの？ねえよ。君に撃てと言っているわけではない。だが牽制用にしても持っておいた方がいい。相手が丸腰だったらそれだけで優位に立てる。でも。いい加減腹くくれ。私らが明日やろうとしてるのはこういうことだ。こいつも言ってるが、別にてめえに人を撃てって言ってるわけじゃねえ。怖かったら銃弾は抜いておいたっていい。わかった。大丈夫。代わりに暴発とかしたら怖いから、ちゃんと教えて。よく言った。まあ、持ってみな。撃てばさらに反動がある。
君の筋力と体重では照準どころではないだろうな。あくまでご信用だ。構え方を覚えておけば牽制程度にはなる。使い方は後だ。オデット、先に話を進めてもらおう。どうやって言うの？組織のテロを止めるかっていう具体的な話ですね。ああ。その前に、リンカ、君は僕にも敬語を使わないでいい。あくまで僕たちは対等だ。これから話すのはあくまでスケールを通じて聞いた話だ。もっとも U の件に関して私らを騙す必要はねえだろうから確実性は高いだろうがな。まず第一に連中の目的だ。無関心への抵抗だそうだ。どういう意味？この国は世界に無関心すぎるということだろう。僕も時々思うことはある。この世界は理不尽で満ちている。戦争、貧困、病気、数えればキリがない。日本という安全で裕福なこの国の住民は確かに、そんな世界の理不尽に対して鈍感かもしれない。そいつは嫉妬じゃあないのかね。テロを起こしたところで何も変わりはしねえよ。そう思わない連中がいるからテロが起こるんだろう。僕もテロリストの気持ちにはなれない。大切なのは事件を起こせば自分たちの声を聞いてもらえるって勘違いをしてるってことか。そんなの勝手だよ。ああ、だから私らもこっちの勝手な都合で連中の世界への抵抗を止めるわけだ。おあいこだ。スケールのやつは正義だなんだって言うが、それもあくまであいつの都合に過ぎねえ。勝手な都合じゃ。だって無関係な人たちが巻き込まれるのも防ぐんだから。何言ってんだ。さっきも言ったろ、私はこの国の人間が何人死のうと知ったこっちゃねえんだよ。てめえだって地球の裏側でテロが起きて何人死のうが後輩一人死ぬより悲しむことはねえだろ。いいんだよ無関心で。人の器ってのはそこまででかくねえんだ。手の届くところまでがそいつの世界なんだからよ。もとより彼らの理想は成立するものではないというわけだな。ユウも本当にそのためにテロを起こしたのかな。全てに賛同したかどうかわからないが、共感するところはあったのだろうな。かっか、それこそリンカ、てめえが聞き出すことじゃねえか。実行犯の人数は何人だ？そこまでは分からねえそうだが、一人じゃねえだろうな。明日何か所かで爆発が起こるって計画だろうよ。嘘。Thank you.
東京タワー以外の爆弾は日本の警察に任せるしかねえだろうよ。え、でもさっき警察はって。それはユウに対しての話だ。ジャーナリストにここまで漏れてるってことは、計画の概要くらいは警察も把握しているはずだ。もともと警備の厳しい地域だ。ミスミステロを起こさせることはしないだろう。普通の人間の対処は普通の人間がするべきだ。皮肉なものだが、僕たちは死の運命に守られている。まさか周りで起こそうとする爆発はおとり？違いねえ。ユーのことを知ってるのはあたしらだけだ。やつなら変装でもしちまえば警備を欺くこともできるだろうしな。でももし計画がバレてるなら、東京タワーみたいに人の集まるところでは手荷物検査とかがあるはず。そこまで近づければユーの目的は達成したも同然だ。警備を倒して押し通り自爆すればいいのだからな。私たちが止めるのはユウだけ。その通り。あとはせいぜい一緒に行動してる野郎くらいか。東京タワーってとこに私は行ったことがないんだが、人が集まるところはどこだ？一番人が集まるところだったら展望台だと思う。展望台、象徴的だな。高所から広い視野を見下ろしたところでそこに現実感はない。自分の知っている景色以外に非日常を感じる。どちらも地続きの現実にもかかわらず。てめえは意外と詩人だね。向いてんじゃねえの、テロリスト。まさか。これ以上誰も傷つけない。そしてナオミを必ず取り戻す。その覚悟の先、見届けさせてもらう。